37town.net 10周年を10回言ってください。37town.net 10周年、37town.net 10周年。37town.net 10周年。おめでとうございます。いや、そうじゃなくて。エンジョイパチンコライフ。一つでも景品獲得するために今日もレバーを叩く景品獲得バラエティダッシュマン。ウォーフォーフォーフォー、地獄の凱旋門。はい、平天くんです。今回は東京都大田区にございます凱旋門さんに来ます。パーラー凱旋門さんね。それでサンシャインの凱旋門をやらさせていただきます。はい、ということで今回こちらのお店初来店でございます。なんかバーサちゃんがね、よく来て何でもしょっちゅう買ってね、しょっちゅう景品持って帰ってるらしいんですけれども、今日は私平天くんでございますね。地獄の凱旋門ってやりましたけど、中はきっと天国だと思いますね。早速景品を選びに行ってみたいと思います。えいっ、はい、景品コーナーでございます。扇風機、何でしょうこれ。あ、スチーマーですね。なるほど、スチーマー、時計、湯沸かし器、電動ポット、デジカメ、あと血圧計とか、ライターとかいろいろあります。そしてこちらお酒ね、日本酒、日本酒、芋焼酎、日本酒とかね、あと地ビールなどいろんなところのね、お酒を用意します。結構あれじゃないですかね。え、腰の乾杯の腰、初めて見ました私。すごいね、いいですね、八海山のビール、ね、え、もう今4月25日、外はなんと33度。まずもうビール飲みたい今。お酒もいいね、うん、まあ、未成年者はご応募できないですけどね、まあ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 、まずは出玉を取らなきゃいけないんでね。じゃあ早速ね、台の方を選びに行ってみたいと思います。えいえい、ハーデスハーデスありますね。ハーデス、凱旋、あ、地獄の凱旋門ってやったぐらいだから凱旋でもいいんじゃないですか。何があるんですかね。まあ一周しましょうか。おぎどきもありますね。あー、ちょっとこれいいな。これちょっと押さえとこ。あとはジャグラーコーナーですね。結構いろんな種類のジャグラーが置いてあります。もうマイジャグラー2は満台ね。え、小屋カウンターを持ってる、持って打ってるお客さんがいらっしゃいます。そしてゴーゴージャグラーも満台ね。え、ニューアミジャグラー EX 初代とか KT とかいっぱいありますね。まあでもあれでいいかな。うん、まあいくつハマるかわかんないですけど、あんまり当たらないようだったら上限も決まってるんで、ジャグラーに逃げるっていう形もありますけど、やっぱりね、どっかん商品取りたいんで、まずはこいつで行ってみたいと思います。えいえい、はい、今回選んだ台は、ユニバーサルさんのオキドキアクロスさんかな、まあユニバーサルさんですね。前日、本日がこれなんですね。前日、まあ、リセットされてなければって話なんですけど、どうでしょう。まあ打ってみましょうか。一応200までは引き戻しゾーンなんで。当たってください。ベースがね、あんまりいい台じゃないんで、天井届くか。今回のルールは3時間を1500枚、
1500枚で800ちょっと無理かな。まあ一応200まで打って、まあ、できればね僕はそのまま打ちたいんですけど、この台を当たるまで、それか資金がなくなるまで。ただねやっぱ景品をプレゼントしなきゃいけないんで、200回転を超えてしまうね。どうしよう。打ちましょう。200を超えるけど、あ、あーどうもありがとうございます。えいえい、ありがとうございます。面白いね、今コナンの250ミリ、ちょうどいいですね。炭酸得意じゃないっていうか嫌いではないんですけど、おお、これぐらいの量が僕はコーラ美味しいと思うんですよね。あーすいません。うまい。まあ200以上いっちゃうと必ずしも大ハマりするのかって言ったらそういうわけでもないんで、ね、この台も207回転396回転お隣の台も471回転361回転とかで当たってるんで、まあどういう状態で当たったのか分かりませんけどね、確定チェリーを引いたのか、集団チェリーね似てるかもしれないし分かんないですけど、まあまあまあ当たるときは当たる。やっと出たよ、5本使ってやっと出たよ。だね、さあ400を超えて、おお光った、せーせー、よかったよかった、425回転で当たりました。あー危ない、だってまだ実戦始めて30分ぐらいしか経ってない。やりましたー、はい、ビッグーやったー。あれここどこだったっけ、パーラー凱旋門いい店ね、やりました。やっぱ1回目はビッグがいいよね。やりました、おお70ゲームビッグボーナス、この70ゲーム間に花ちゃんランプを光らせることができれば1ゲーム連確定。ラスト、また会うぞ、また会うぞ。残念ながらカナちゃんランプは光ってませんけど、もしかしたら天国に行ってるかもしれないっていうね期待を込めて32ゲーム1ゲームランチャンジャス、残念。ドキドキしますね、このボーナス終了後は。
わうわダメでした。かといって、どうしようかな。はい、飲まれました。追加投手。こういう台です。ああ、すいません。ああ、どうも。ありがとうございます。あれないもんですけど。ああ、すいません。ありがとうございます。差し入れをいただきました。ありがとうございます。あと750枚。さすがに750枚だとちょっと当たるかどうか微妙ですね。なんで、まあ、200まで回してダメだったら移動です。ああ本当はね移動とか好きじゃないんだけど移動だね。残念。移動しようか。じゃあ移動したくねえけどしょうがない。9の1ってすごいね。これで合成なの。ああ合成か。あ今ハマってるからか。ちょっと気になるな。でもあれ、ね、合成143分の1なのに目玉これしかない。だけどあの9の1は合成170分の1なのに多分出玉を持ってあるんですよ。これよりゴーゴジャグラーは本当難しくて、1でも6みたいな数字になっちゃったり、6が1みたいな数字になっちゃったりするんで分かんないですよね。ほらここでやめてでしょ。出玉こんだけあるんですよ。こっちの方がいい。さあニューアイムジャグラー EXKT で2代目は行ってみたいと思います。えいえい。はい、2代目はノーマルタイプですね。ニューアイムジャグラー EXKT おさわり一発チャーンだね。あこの台もめっちゃいいかっつったら微妙ですけどね。ただちょっとジャグラーの稼働が良すぎて座れないんですよ。おう来ました。よかった。はい、よーし。ビッグでもう全部ビッグでいいんじゃないか。うん、もう一回会うぞ。また会おうね。もうね9の1なんでもう全部ビッグで。よっしゃ、やったー。あれここどこだったっけ。パーラー凱旋門さん、いい店だね。よっしゃー、ジャグラーでもビッグ引けました。ただ怖いのが今単独ボーナスじゃなくてチェリー同時当選、チェリー同時当選大事なんですけど、やっぱ引きたいのは単独ボーナスなんですよ。はい、やりました。さあジャグレー目指して頑張っていきましょう。 H ゲームでチャンチャンス。
うい、残念、ブドウ。ジャグレンしてくんねえかな。おお、嬉しい単独。またおね、ビッグでいいよ、もう全部。よし、よし、やったあれ、ここどこだったっけ。パーラー凱旋門、もうしつこいか。もうしつこいな、いいなまあいい店だねでない6より出る1の方がいいよ、うん、全部ビッグでいいんだもん。そう、よくね、そういう光景をよく見るのが、パイオニアさんの花々、うん、花花シリーズ。合成めっちゃ悪いのになぜかドル箱2箱ぐらい持ってるみたいな。で、合成めっちゃいいのに出玉全然ないみたいな、化けに偏っちゃってみたいな。そう、まあ確かにいっぱい光るから楽しいは楽しいんですけど、出玉ないのやっぱね、結構精神的にしんどいですよね。まあいいか、一元フレジャージャース。おいおい、5ゲーム。あはははは、単独ありました。いらないもん、お化け。レギュラー確率だって700分の1ですか。あー、800分の1か、900分の1だ1ゲームのジャージです。ビッグ、ビッグでいいよ。ビッグがよかった。ほら、バケバケなんて来るからなくなっちゃうじゃんか。まあね、本当はね、ハッピージャグラーに2台があったんですけど、これよりね、これよりいい台、打ちたい台があったんですけど、ちょうどね、柱がね、もう出てて、そこに三脚立てるとなると、もうその後ろを人を通ることはできなくなっちゃうんで、泣く泣く諦めましたけど。あと、マイジャグラー、マイジャグラー2も、5個ランプが奥にあって、もう斜めからどうしても取るから5個ランプが映らないですよね。こうやってやんないといけない。なんでも3はもっと奥らしいですからね、撮影できないあー、いっぱい光ったけど残念。おー、光った、よかったよかった。233回転どうぞ。ビッグで来いよ、ビッグで来いよ、ビッグ。よっしゃ、やった。200回転ぐらいでね、余ってもいいんですよ、ビッグだったら全部。300枚でしょ、300枚ってことは約6000だから、
27ベースであったとして大体200回転ぐらいなんで、入ったのが戻ってきたようなもんなんで全然いい。だ1の合成確率ぐらいでずっとビッグ当たり続けてくれればもう問題ない。違う、ブラジャーシャス、うわっ光ってもいいんじゃないか、離したくないな。これをあと30分ぐらいずっとこうやって押し続けて、あー実戦終了みたいな感じで、さすがにそういうわけにいかないよね。マジ光んねえかな、久しく1ゲーム連にやってないんだよな。だねー、いやー光って欲しかった今のは。まあ合成確率通りに行けば1回は光るんですけど、光んないこともあるからね。おおって言ったら光った、よかった。いいね、なかなかいい。もう1回ぐらいやりたいな。化けかー、ビッグが良かった今のは。あれもビッグだったら間違いなく景品取れたと思うんだけど。1ゲームのチャンスだね。厳しいかな、飲まれちゃうよ。ビッグでいいんです、ビッグで。ああ、あどうも、あざす、えいえい、あざす、差し入れをいただきました。300回転を超えちゃったよ。おお、飲まれる寸前、ほんと飲まれる寸前。あと4枚光ってくんねえかなってちょっと思ってたんだけど、追加投資かと思ったら、よかったよかった。320回転、単独です。多分ビッグでお願いします。もう光んなくていい、ビッグでお願いします。もう時間ないから。ビッグで来いよ。よっしゃ、やった、よし、えい、あれここどこだったっけ、パーラー凱旋門、いい店だね。よし、ナイス、よくやった。1ゲーム連チャンチャンスだけやろう。ナイスです、本当に。イエーイ、チゲーム、チャンス、チャンス、はい、それでは早速声の方を流したいと思います。えいえい、325枚、はい、実戦終了ということで、こちらの景品をゲットすることができましたね。腰の完売セット、まあ、こっちの方がちょっとプレミア感ついてて、まあ、こっちは、普通のね、
普通のってわけでもないんですけどね、腰の看板美味しいんで、ぜひね、どしどしご応募の方よろしくお願いいたします。セットで1名様、うん、キーワードは、今回やった、悪魔超人サンシャインの必殺技名を書いていただいて、どしどしご応募の方よろしくお願いいたします。ということで今回撮影に協力していただいたこちら、パラ凱旋門参戦でをちょっとだけ、まあね、今日閉店くん25日、まあ前回ねマーサちゃんも、25日に、撮影に来たということでね、まあ25日といえば、我が社ピーマー TV の給料日、うん、給料日、あ、凱旋門で撮影やってるかもしれないなみたいな感じに皆さんね思う、考えていただければ、まあ結構25日給料日の会社多いと思いますのでね、25日給料日の方は、あ、今日は凱旋門で何かやってるかもしれないな、やってないかもしれないけど、うん、そういう風にねちょっと片隅に覚えてて、いただければ全然関係ないですけどね。はい、ということで、まあ、今回無事に景品ゲットできました、8月スロット強化月間、うん、8月強化月間じゃなくて8月もスロット強化していくみたいです。マイジャグラー3、花火、あとねサンダー V も入るそうですね。まあマイジャグラー3は信頼なんですけど、花火とか、サンダー V はお客様の声ね、リクエストいただいて導入することが決まったそうです。そして特にねお客様の声が強かったのはこちら、魔法少女マドカマギカね、こちらの方をなんとね再導入、復活の再導入するらしいです。もちろんねお客様のリクエストだけではなく話題の信頼も入ります。シャドウハーツ、ユニバーサルばっかだねユニバーサル、ユニバーサル、ユニバーサル、まあいいかということで、もちろんねこの後も、お客様の声そして話題の信頼入れてきますんで、詳しい詳細は P ワールドまたはメール会になって情報をゲットして、こちらパーラー凱旋門さんに遊びに来ちゃってください。以上、景品獲得バラエティーダッシュマン閉店くんでした。えいえい。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。